freedom. Give me fire, give me reason, take me higher. See the champions, take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifted. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Sing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day.
また夜も含めて。ワールドカップの試合がね、今ちょうどこの試合の裏で、ワールドカップの試合のこの試合があった裏でということでありますけど、どうですか、見たかったって、どこで見ますか？一緒に戦ってる気分ながら。あ、そっか。それじゃあ、家に帰って、どうやってそのワールドカップの試合は見ますか？ニュースで見るか、ハイライト。ハイライト。家では録画は？ハイライトで言う。好きな選手は誰ですか？トマも10番ですね。じゃあ、どうぞ、決めてほしいとか。まだ日本代表、これから、もうすぐ後半だね。もうすぐ後半始まるんだけど。日本代表に何か期待することっていうか。いいです。勝ってほしい。これたちも勝ったんだから、それはどう？一緒に頑張る。こっちも試合終わっちゃったよね。今日まだ日本代表試合残ってるけど。これでも。まだこの後も試合ある。あと2試合か。鍵勝てばもう一緒。あ、そう。じゃあ一緒にっていう感じ。で来週。わかりました。ありがとうございます。すみません。一月が来てる。こちら東京杉並でも負けられない戦い、少年サッカー大会の試合が何の因果か日本戦の最中というチーム、俺たちはどこか気もそぞろ。両方、はい、見てましたし、あちこちで見てる歓声が上がるので、どっちも気になってダメです。サイドが変わった後半、コートジボワールはエースドログバを投入、さらに攻撃の圧力を強める。その直後、オーリエが中を見て、中にはドログバもいる。ボニーに決められました。日本追いつかれました。前に来る、預けて、もう一度右、先ほどと同じようなシーン、オーリエから中へ抜けました。日本2失点、わずか2分の間の出来事だった。